はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、フルートを書いていきたいと思います。ディズニーのキャラクターの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。目を縦長の丸で書きます。で、こっち側にくっつけてちっちゃい縦長の丸を書きます。で、右目は左目より奥側になるので、これよりちょっとちっちゃめに描きます。で、こっちにくっつけて描くんですが、ちっちゃい黒目も左目よりはちっちゃく、で、眉毛、で、この目の下のところから鼻を描いていきます。ちっちゃい山をたくさん作るイメージです。で、鼻先をピッと描いて、で、こっちからこう続いてくる形で、で、ほっぺのところをグイッと上げて、プルートの口は大きく、こことここをめがけてくるくるとつないでいきます。で、ここから口を開けていって、舌が口から出るように、で、こっちの口がこうくるくるっときて、こことつながります。で、下唇、で、これもこう、もう描かないですけど、こうつながってきて、で、下ぽっこりさせます。で、頭、で、首をグイーンとかなり角度つけていこうね。で、ここまで描けたら髪を水平に戻して耳を描いていきます。目のだいたい横ですね。細くて長い耳です。もう後で黒く塗るので、ここちょっと線重なっちゃってますが、気にせずいきます。で、反対側の耳はこの口の下のところからちょっとだけ見えるっていう感じで、高さはだいたい揃えます。で、首は、で、首輪に厚みをつけます。こう厚み、で、お腹、後ろ背中、で、前足。で、色はピンクと赤と緑と黄土色を使って塗っていきます。まず下をピンクで塗ります。で、口の中を赤で塗っていきます。で、首輪を緑で塗ります。顔を黄土色で塗っていきます。
最後に黒で耳と目を塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。